おっと、やばい。こうなった時はやばいですね。おお、これね結構ちょっとね危ないね、うん、なんでこれさ、え、なんか資材、あ、こんなんか。さあこのねモードはね、どれだけアーマーがね150ぐらいあれば2つ耐えれるんで、アーマーができるだけ早く欲しいんですよ。やばいやばい、くだらないよくだらないよ、こういうとこで。こんなとこで死にたくないよ俺。どこ行った、いた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 。アーマーがないとちょっときついんだよね。うん、才能の塊だからマジでこのモード、僕のモードだよこれ多分。うん、これいらないこれ、マジこれもう僕のモードって言ってもおかしくないこれ。マジで才能、本当に才能あると思うこれ。皆さんどうもこんにちは。いやマジで才能あるよこれ。あ、怖い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 、これめっちゃ面白いでしょ。どうもこんにちは皆さん、これやばいっすよこれ、マジで才能の塊だから。もうこれね、どうやったら上手くなるかっていうのがねないんですよ。これもう才能なんだよ俺、本当に発想力とかそういう問題になってくるんで。でももう4刀流なんで、もう才能の塊だなんてことだ。だん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 強くなってくってね、武器がだん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 色がね変化していくんですよ。面白いでしょ。だん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 色がね、なんか青から、青からだん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 ね強くなってくる。後ろの木撃たれたらやばい。なるほどね、誘導ミサイルも追加されてるから結構きついっすねこれ。うん、なかなかしんどいな俺。すげえな俺。あそこか。うわマジか、くそ。なるほどね、そういうことか。危なっ、前過去にやろう。なれプネーな、マジでこれはねだいぶねやらかしまんじだろうっすね。うん、基本的にはもう一発食らったらもうほとんど死んでいる。いや敵がいる敵がいる。いや資材もねちょっとやばいな、あんま戦いたくないんだけどねここ本当は。ショーレーとんのもんじゃい、ジージーミニポが欲しい。
もうこれもう才能がないと勝てないゲームなんで。これは、どちらかというと、なんて言うんでしょう。プレイっていうよりも、その才能の方がね、勝つね、俺。結構、ドン活できる人はドン活できるけど、体力がね、これね、金で、なんでしたっけ？ロケランの金って。120ぐらいありましたっけ？攻撃力。だから本当は120以上欲しいんですよね。この弾の数。見てこれ。200。200。やばいでしょ、これ。メンテはもう終わりましたよ。素晴らしいと思わないですか、これ。誘導ミサイル次のアップでなくしてほしい。誘導ミサイルでもね、誘導ミサイルあればあれいいけどね。まあ、詰めたら結構弱いっすよ、あれ。詰めたら弱い。で、残り10人ですね。マジで？このマップで10人しかいないの？あ、いた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 。まあ、もう君は終わりだけどね。数の暴力で。おっと。やばい。こうなった時はやばいですね。おー。うわ。落ち着くんだ。落ち着くんだ。いや、めちゃくちゃ楽しい、めちゃくちゃ楽しい。オーマイグッネス。めちゃくちゃ楽しいな、おい。カオスやろ？めちゃくちゃ面白くないですか、このモード。僕にぴったりでしょ、これ。何を打ってんの？やばい！めちゃくちゃ僕に合ったモードでしょ、これ。やばくないですか、このモード。もう僕じゃ僕なんですよね、これ。もう負ける気がしないっていうか。もう半端ないっすよ、これ。うわー、取れなかった。僕のモードなんですよ、これ。本当に。もう僕に勝ってくださいって言ってるような感じですね、このモード。マジで。本当に面白い、このゲーム。神ゲー。神ゲーだ！なんて神ゲーなんだ！すごいでしょ？弾の数、721発。多分、あそこの弾の数も回収したら多分もう乾燥してますよ。キューキューキューわ。やばいでしょ、このモード。めちゃくちゃ面白いですよね。大好きなんですよね。昔から。ドンカツボンボン、ボンボン取れるし。あ、ドンカツじゃないや。ビクトリーロイヤル、全然取れますからね。やばいやばいやばい。すごいっしょ、これ。もうやばいでしょ。もうピュンピュンで終わりですから。もうこれでおしまいですね、もう。こんな感じです。もう誘導ちゃんばっか持ってる、この子。乾燥してますね、資材が。で、あんまりね、こう、低いとこいると結構狙われやすいんで、上から。で、ロケットランチャーの場合は、上から狙われるともう逃げ場がないんで、できれば上、高く高く、ね、高く高く、高いものを、高いとこを取れば、素晴らしいってことですね。こういうのもね、別にいらないですけどね。まあ今回ちょっと鉄も使っていきますか。鉄の場合はロケットランチャー2発まで耐えれるんで、結構変わってきますね。さあ、始まりましたよ、始まりましたよ。いいだろう。やばい。どこにいる？そこが。残念だったな。まあこんな感じですね。まあこんな感じですね。で、だん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 強くなっていくみたいな。だん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 強くなっていくみたいな。
あ、それはまずい。それはまずいな。これね、取りたいんだけど。うわ、飛んできた。ちょっと待ってね。ちょっとここまずいね。ちょっとね、取りたいな。回復系が欲しいんだよね。うん。バーン。15秒あるかな、時間。15秒ある?まあ、ソロはあんまりね、誘導ミサイルはあんま使わないですね。うん。あんまりメリットがないっていうか。やっぱスクワットとかの方が強いですよね。もうこうやって適当に取って、まああとはもうこうやって、もうジャンパッドあるんで飛んでいけばいいですね。別に落とされることないんで。残念だったな、ベイビー。で、だん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 強くなってくるんで。マジで強くなってくるんで。いっけー弾がいっけーなんすねー。やばいっしょ、これ。いっけーですよ、いっけー。先発。こんなん打たないでしょ、みたいな。残り2は。ビヨーン。まあそのスナイパーがいないんで、おぶろぶろ、スナイパーがいないんでね、その頭を抜かれることがないんで、基本的には建築も森林伐採もまあできるって感じですね。うん。であんまり、あ、やばい。まああんまり高く作ると狙われちゃった時怖いんで。まあ3段までが一番いいんじゃないですかね。お?危ね。どこで撃ってんだろう。邪魔だな。どこで撃ってんだろう、これ。全然見えねえ。あらららら。おお。どこで撃ってる?どこで撃ってんだ?全然わかんない。どこで撃ってんだろう?ぷよーん。残りね、2人いるんで。まだまだやってる、まだやってる。おお、来た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 。直接来る。おお。怖えよ。打ちやめだな、あれ。どこにいんだろう。さあ、あんまり高く作ると落ちた時怖いから、こんぐらいにしとこう。いや怖いな、隙間に打たれたらやばいな俺。さあどうなる、さあどうなるんだ。残り2人だ。君たちは本当にロケットランチャーが使えるのかな。ああ、この辺いるな。残念だやばい、なんていうモードだ。ロケットランチャー5刀流。もうあと1人ですからね。もうこの辺怪しいですけどね、うん、いましたね、早速。ちょっとまずい。やばい。
いいだろう。まあ君の実力は認めてやってもいいさ。うん、認めてもやってもいいんだけど、もうビクトリーなんだな。残念だ。ジージー、とんかつ12キロ、ご視聴ありがとうございます。初見様はチャンネル登録よろしく。ジージー、完璧だ。なんて完璧なんだ。素晴らしい。爆発物は最高だ。ジージー。